まだ怒りに燃える闘志があるなら、巨大な敵を撃てよ撃てよ撃てよよ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 よパーティー、いけパーティーになっちゃってないしてな、ダメやね。いつまでとってでも、もうそればっかりだからね。高い確率でこれをやってしまうからね。はい、ソニックさんです。ね、ソニックさんですよ。ね、ちょっとね、テンション今日低めですけどね、低めというかね、2時ぐらいに起きて、まあ、ちょっとここなら片付けて、今、収録して、るんですけど、一回、フルで収録し終わった後に、今日は、音声が、まあ、なんつうの、うまく設定ができてなくて、今、撮り直し、ちょっとへこんでます。うん。そしてこの収録終わったらソニックさんまた寝ます。今朝のね、そう、5時22分。うん。そう、朝の4時半に一回鳥の中で撮ったやつが失敗した。ね。うん。それで、よし、今日のお題行くぞ。今日のお題はバン。はい。現在の自分。9択。9択ですよ、9択。ね、3×3。ね、3択じゃないです。今日は9個。9個項目を用意します。ね、急遽もういいよもうそうですよね、そんなんでね9個ね用意しますんでね、そうね、まあ、2000人ぐらいからね、もうなんか結局ね閲覧するようになったから、じゃあここ9つぐらい用意しとこうとね。そう、でもね、あれ一回投資でやったらね分かったけど、あれなんだよな、結局恋愛カード出るんだよそうそう、俺ここは女の子を見てるの多いからさ、そう、だからまあね、それでまあ現在の自分ね、でこれで考えてください。うん。それでね、もちろん、そうじゃない、恋愛じゃない、内容も出るから、うん。もうそれをうまいこと、あれで、当てて、大丈夫。心に素直になれば、ちゃんとたどり着けるように、タロットさんは、うまく、調整してるから大丈夫よ。うん、そうそう。うん。ね、大丈夫。うん。そう。ダンダダダダーン。うん。そう。タロットさんはお見通しだからね。うん、大丈夫よ。うん、そう。あなたは心に素直になることよ。なることよーね。ああ、そうだ。昨日キャベツ買ったけど、ピクルス作ってない。ああ、ね、そうそう。いや、あれはなんかほら、ダイエットでさ、スキャベツとか言ってあるじゃん？あれ、マジ痩せるぜ。本当に。体にいいのか、あれ。そう。おいしと、ね、おいしと、あとはそうよ、ソニックさんね、ソニックさん門下生一覧ここに作ったから、そこでみんなね、ソニックさん占い お友達チェックするといいよ。うん、ミラさんとかさ、ね、ブライアンとか、そうそうそう、うん、ミラさんの方が人気あるけどソニックさんがオリジネーターだからな。うん、ミラさんはまだ知らないことがあるけど、ソニックさんはあれだぞ、たまにあれだぞ、サポートしたりもするからな。そうそう、だけどそうやって学んでくわないといかんぞ、うん、だってそもそもだってソニックさんが15年かけて調べ上げたことをみんな今あれだからな、お勉強してるからな。そうそう、うん、そうだね、そうね、だってタロット占いさ、ね、本当になんかこう今までの解釈さ、もう100年以上解釈が中途半端でさ、うん、もうソニックさん以外にも世界中にこのカードの意味はこうじゃねえかって追求した人がいるのよ、うん、だそういうのをね、頑張って調べ上げて、うん、それでセレクトした、うん、でももちろんソニックさんが自分で発見したのもあるんだけど、うん、まあ、そういうのをね学べます。タロット・ザ・ソニックっていうね、Facebook のところにあるんで、そこでね、学べますからね。そう、皆さんもソニックさんタロット勉強するといいですよ。いいことあるよ、本当に。うん。そうそう。ね。そんなんでね。うん。OK。じゃあ行くで。今日はね、ね、これが A の1。ね。A の1。ごめんね。もうお腹が空いてるし、眠いから今日声もちっちゃいかもしれないけどね。そんな日もあるのよ。おっきゃーん。
うん、ちょっと。ね。あ、でもほら、もう今日、これね、顔ちっちゃいっしょ？よかったよかった、と思って。そうそう。うん。いや、昨日さ、結構さ、なんか、日差しがさ、なんかビールのうまい日差しだったんだよ、ロンドン。だけど我慢したよ。顔もなんか丸くなるの嫌だから。ほんとに。ねえ、そうや、もう、いや、昨日の動画は顔丸かった。ちょっと失敗。あ、ね。そうですね。うん。なんだっけなんだっけじゃねえ。この目の前にあるだろって。はいはい。よし、これでね、これが、ちょっとずっとずらさないとな。よいしょ。うん。はい。これがあれです。ね。うん。A の1、A の2、ね。A の3。いいですか？よし。はい、じゃあまず1ね。はい、これ、過去カード。はい。過去カードはね、聖杯の2、気の合う相手。ね、まずここが、過去カードです。うん。そしてね、これが現在の自分。よしと。はい。これがですね、剣の従者、魅力的な厄介者。ね、気の合う相手。ね、パートナーでいけるかなと思ったら、付き合う気のない男性だった。あるある。ね、これから未来がどうなるか。ね、未来がどうなるのか、見てみましょう。ボン。未来はね、はい。不利なポジションでの戦い。そうですね。立場的に不利です。ね。立場的に不利なんです。で、なんでっていう、その理由はね、新情報、新展開。そうですね。だからね、あれですよ、もう気の合う仲間でも、なんか、私たちカップル成立なんて思っちゃったら、彼氏がいた、ね、彼氏っていうか、うん、彼になんか女がいた、とか、うん。ね、なんか彼が、なんか転勤になっちゃう、とか、うん。そうそう。うん。無所にぶち込まれる。言うかね、いろいろね、あるかもしんない。まあ、そう。これが、A の1を選んだ人ね。うん。あ、そうそう。わかった？もうこういう感じね。じゃあ、A の2を選んだ人。いくよ、過去カード。ね。過去カード。これ、ね。まったく、あれだな、ちょっと待って、これ、ソニックさんあんまりさ、キャットピーポー見ないんだけどさ、女帝の逆位置なんだけど、まあ、細かい絵でござんす。ね、女帝の絵ね、自分の立ち位置を考えない。社会的ポジションを考慮しない。これが過去カード。ね、過去カード。ね、そんじゃあ、現在の自分ね。現在の自分は、はい、悪魔の逆。誠実。欲望に負けない。うん。だから、はじめ、立ち位置を考えなくて、もう、なりふり構わず、アタックなんだー、スカンチな。そうそうそう。うん。ね、うん。それが、もう、今はちょっと誠実さを持って対応しようと思っている。うん。そして、これが、ボン、未来のカード。未来はね、ナイト・オブ・ワンズ。うん。だから、棒の王様の逆。だから、仕事ができない男性。うん、そう。もう今まで全部ね、これ逆位置。ね、全部逆カード。全部逆カードがちょっとすごくネガティブなんだけど。これでなんでかね、エース・オブ・ペンタクルス。ね、やる気が起きない。うん、やる気が起きないから。ね、そうです。うん。やる気が起きない、ね、棒の王様。だから誠実になって。うん。だから男の人の場合もある。男の人で、うん、やっぱその、やる気が起きないから浮気はやめとこう。うん。もしくは、相手のね、男性がね、まあ、やっぱその、本気になってくんないから、もう浮気はやめとこう。うん。こういう感じ。うん。これが B を選んだ。B じゃね、A の2を選んだ人。ね。じゃあ A の3、ビオヘルミン。よっしゃ。OK。ね、これが、はい。A の3。はい。聖杯のね、1が逆向き。ね、期待できない人間関係。なんか諦めモードからの開始。よし、行くぜ。ね、これが現在。ね、覚悟は決まらない。覚悟することができない。はい。で、これが未来のね、何？これが目標見失う。目標見失う。でもこれはもうね、仲間関係するんだよね。うん。だから、恋人以前、もう仲間でね、最終的にどうなるか。はい。低評価で、自分の心に問いかける。うん。から、目標見失う。うん。だからね、いけない感じで決断ができない。うん。だから、例えばこう、ね、職場の気になる彼。うん。で、片思い。ずっと片思い。引き続き片思い。うん。こんな感じ。うん。それが、A の、ね、3番目を選んだ人。ね。OK, OK. ね。こういう感じ。ね。そうですね。あと、そうそうね。タロットライブね。最近、ほら、エル君タロットがさ、昨日とかもさ、タロットライブやっててさ、うん。ね。水曜日ソニックさんでさ、のタロットライブでさ、宣伝したらさ、エル君タロットライブに結構、人増えてさ、うん。すごい、昨日大盛況だったんだけど、うん。そう。もうソニックさんのタロットライブね、日曜日と水曜日、チューン人気で、全員見れない。もうソニックさんガ
チ全員見てんだけど無理だわ。だから、あの、エル君タロットと、あとね、タイガちゃん、タイガーちゃんがね、タイガちゃん可愛いよ。タイガちゃんがね、あの、あれだから、あの、タロットライブ始める宣言したから、あの、みんな、タイガちゃん、ここに、あの、エル君もここにいる、あの、リンクあるから、そこチェックして、あの、ね、あの、みんなタロットライブ参加してください。うん、タイガちゃんやばいぞ、あれ。あの、ソニックさんも結構辛辣だけど、あの、タイガちゃんかなり口悪いぞ。口悪くはない。口悪いというか、ズバズバ行くぞ、あの子。大丈夫かな、あれ。うん、超面白い。なんかね、うん。そうそう。うん。なんかね、あの、ミラさんが優しいお姉さんだとすんじゃん。うん、なんかね、うん、なんかもう傍若無人な妹って感じ。面白いよ。うん、そう、うん、ソニックさん文科生と言っていいか分かんないけど、まあ、ソニックさん、あのネクストジェネレーションなんか それぞれなんか面白い。、うん、すごいことになってる。タロットさんも喜んでるよきっと、うん、ね、そうです。ねそうですよ。おいきゃね、うん、あとはね、うん、そう、ブライアンが今練習中だから。ブライアンの練習動画もみんな見てあげるといいよ。うん、そう。よいしょ。今ね、カードシャッフル中ね。そうそう。うん。いや、でもね、YouTube はね、大切よ。本当に。うん。だから、その、だから、ね、ただ占いやっててもさ、その、まあ、ここならに、ね、で、ソニックさん、あっという間にね、スターダムにのし上がったけど、あれはほら、イギリスに住んでて、ね、あと、男の人の占い師で、ね、顔出しで、ね、ルックスかっこよかった。あはははは。あははは。ね、違う、まあ、そういうのがあったからね。うん、そうそう。まあ、ルックスかっこいいっていうかさ、なんかあのね、あの、ソニックさんほらね、あの、ね、あの、なんつうの、ね、見せ方知ってっからさ。そうそう。うん、ね、いやでもあれだよ、あのソニックさんさ、イギリスはまあ良かったけどさ、ドイツガチ受けなくてさ、マジドイツ時代きつかったぜ。いや、なんでかってさ、ソニックさんさ、身長さ160センチぐらいしかないからさ、ちっちゃいのよ。ちっちゃいしさ、まあ、あのなんだよ、まあ、あの細い、まあ、今も細くしてるけど当時も細かったからさ、子供にしか見えないんだよな。うん、そうだから舐められちゃうとさ、ダメなんだよあれ、本当にダメな国だぜ。あれ、そりゃ独自のあれだよ、あの、なに、ポップカルチャー生まれねえよあれ。ああ、そうそう、あそこのあのドイツがなんか生かしてるのは、あの機械と一体化になれることだけだからな。そうそう。本当に、ああそうだよ。ああ、でもまあ、でもソニックさんはあのドイツにいた時にさ、あのミニマルテクノの本当に一番いい時期で、あのリアルタイムでね、あのトレゾー、旧トレゾーでなんかね、 DJ もしたし学んだから、まあそれは良かったんだけどさ、うん、まあ、いうね、うん、うん、誰も分かんないこと言ってしまったよ。はい、これでね、カードの準備できた。よいしょ、ね、いきますよ。はいはい、 B ね、 B よ、 B ね、 B の1ね、そうですね。もうなんかもう、また A 回やってんのかと思ったら、もうなんかもう頭ね、ぐるんぐるんぐるんに回って、もうね、眠いです。ソニックさん眠いの、うん、眠いです。だからこれが終わったら眠るわ。眠れマッハバロン、眠れ。はい。本当だよね、んだよね、朝も早からヘアの乱れを、はい、これがですね、はい、B の1、B の2、B の3、そうですよ。はい、じゃあ B ね、いくよ。カッコカードはね、月が逆向き、ね、明確、明らか。もうこの時点で目標がバーンと定まっちゃってた。ね、ここで目標が定まってるところからの現在、ね、はい、B の1を選んだ人の現在は、はい、聖杯の女王が逆向き、ね、目的のはっきりした女王、ね、はい、もうね、目的はっきりしてます。じゃあそれで未来はどうなるか、バン。はい、ですな、ロマンスの欠如。ね、未来へときめかない。ね、関係。なんでそんなになっちゃったのっていうのが、ボン。はい、入念な下調べ。ね。うん。だからこれ、例えば、まあ、気になる人がいたけれども、ね、入念な下調べをしたら、ね、うん。
そう、うん、好きな人がいたなんてとか、ね、とにかくあのロマンスが欠如するね、うん、そうです、恋が冷めてしまう、そういうことになります。うん、なんかこれがね現在の自分ね、参考にしてください。はい、B の2、 B の2いくよ。 B の2はね、はい、過去カード、はい、戦車のね、逆向きね、この猫かわいいな、うん、はい、そうそう、はい、はい、戦車が逆向きね、慎重な行動ね、まず考えてから進むね、あの進む前に考えてくださいねっていうのがこれ過去でした。じゃあそこからの現在はね、まず考えて進んでね、ナイツオブねカップス、うん、そうですね、聖杯の騎士の逆、無茶はできない。そうです。これも慎重な行動。引き続き慎重な行動をとって、無茶な行動をとってませんね。はい。で、これがね、次です。未来。はい。ムーン。暗中模索。ね。手探りで進む。そうです。うん。慎重に来て、慎重に来て、さらに未来は手探りで進む。なんで？なんでそんな慎重なの？クイーンオブカップス。ね。やりたいことがはっきりしてる。そう。先輩のジョブスは逆向き、やりたいことがしっかりしてる、目標が定まってるからね、うん、そう、まあ、とにかくね、あの石橋を叩いてね、トンネルズはいね、そうですね、まあ、叩いちゃダメだよね、もう、もうとりあえずね、もう番組もなくなっちゃってね、そう大変なんだから、はい、あ、そうですね、そんなんですよ。はい、じゃあね、現在の自分ね、9択目のね、6択目ですよ、 B のね3番目、はい、過去カード、太陽、目標が定まり、そこに向かって進む。ね、そうで、目標が定まる。ね、ここから現在。はい。覚悟が必要。覚悟あり。ね、覚悟ありですね。目標が決まって覚悟あり。じゃあいいんじゃない？未来はどうなの？ってきたら、おいしきた。ね。はい。剣の王様。剣の王様は、鋭い王様。決断。これ決断、どっちの決断かね。うん。よいしょ。はい。自分の最大の価値を心に問う。ここから王の決断。うん、いい方向の決断じゃないかな。だからそう、決断つもりは切り捨てる方とさ、ね、採用する方の二つがあるけども、うん、とにかく自分の最大の価値を心に問う決断ね、これですよ。うん、いいんじゃない。はじめ目標決まってるところから、なんかとにかくあれだね、あの厳しいところにね、うん、そう、うん、なんか introduced hard way だけどね、そう入っちゃったけどね、険しい道に入ったけど、それでいいじゃないかね。それがあれだよ、あのね、はい、今日のね B の123、よし、次 C の準備入ろうかね。 C ね、 C ラ E、 C ラ E ね、 C ラ E ですよ、プリンスファミリーね、 C ラ E、 そうです、うんね。あとはどうかなね。いやー、そうか、じゃあこれが終わったらソニックさんどうかな。でもあれだな、キャベツの千切りに作る前に寝たいな本当に参ったな。炊飯器でご飯も炊いてねえしな、参ったな、うん、どうしようかな、ふっとりたくないな、困ったな、なんだか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 だん、えいっ、ね、そうです、そのね、うん、テクノ魂ね、6月30日お会いしましょう、名古屋で。そうですよね、なんかね、もう米田コーヒーがね、なんかあれですね、 新店舗をねできる米田コーヒーは、今後米田コーヒーの新店舗はあの喫煙席がありませんってね、なんかみんな禁煙席になるらしいよ、新しくできるのは、ね、そんな感じらしいですね。よいしょ、ボンボボボボンね、まあ、日本に住んでないですけどね、そういう情報をね手に入れましたね。どりゃ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 ね、よいしょ。いやー、日本は食べるもんがいっぱいあるから楽しみだわー、本当にね。なんだだんだんだんだだんだんだん、あー、今日はテンションが低い、テンションが低いけど、でもまあ旧宅だからね、旧宅だからそれでいいんじゃないかな。テンションが低いというか、お腹が減っちゃってんだよ私は、ね、そうそう、うん、ね。いや、昨日トイレットペーパー買いに行ってね、あの9ロール入りのセットをね買ったんだけどね、家に戻ってね、あの確認したらね、まだ1ロール残ってたね、うん、そうそう、ね、よいしょ、よいしょ、ね、そう、でんでんでれってでってでれってで、うん、トイレットペーパーはね割とね、あのいいやつ買ってる、うん、そう、こだわりがある、
こだわりがあるっていうかさ、あのほら、なんかほら、フラットシェアでさ、女の子と住んでるからさ、そうそうそう。うん、ね、みんなソニックさんより背高いんだよ。みんなソニックさんより体重重いんだよ。そうそう。うんまあでもガチ痩せしたからさ、なんかもうそのあれで、あのフラットシェアの女の子からさ、あのなんかもう超尊敬されちゃっててさ、うん、そうそう、うん、なんかね、うん、そう、うん、その決意がすごいわ、うん、デタミネーションがすごいわ、まあね、うん、でもしょうがないよね、うん、なんかねイギリスの食材はね、ほんとなんかこうなんか油断すると太るで、あれは、うん、日本と違うよ、うん、そう、うんね、ありゃー、うん、大丈夫、影響しないとこで終わりにした、オッケー、いきますよ、 C のね、123ね、今日はちょっとソニックさん眠い、元気がないんじゃないんだ、眠いんだ分かってくれいろいろあるんだ、うん、いろいろあるんだよ、おいしと、にゃん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 、そうだな、オッケー、うん、そうですね、でもエル君タロットとかも元気だからな、うん、そうそう、うん、やっぱ主婦強えな主婦強えな、うん、そう、うん、タイガちゃんは若いから、あれはあれなんだろうな、元気なんだろうな不必要に元気なタイガちゃんは楽しいで、あれ、あの動画はもうみんな、うん、そうそう、見るといいよ、うん、よいしょ、ですね、はい、いきますよ、うんと、これがね、ね、はい、 C のね、うん、C の123、そうそう、うん、まあね、ちょっとね、ミラさんチャンネルはもう安定だよね、うん、よし、これが過去カードね、過去カードで、棒のね、騎士が逆向きなの、これは疎遠、相手がね距離を置いてる、うん、これ大抵ね自分じゃないんだよね、向こうが距離を置いてるんだよね、大抵このカードが出るときは、うん、そう、よし、じゃあこれで現在の自分を見てみよう、はい、現在の自分、はい、ね、聖杯の2が逆向き、考え方が違う相手ね、うん、そう、なかなかね考え方が違うね、そうです、これ、じゃあその未来は、はい、来ました、剣の従者ね、魅力的な厄介者、はい、付き合う気がない男、はい、そしてなんでやねん、はい、連絡が取れない、はい、そうです、な、もう相手が、あのね、距離を置いた行動を取っちゃった。で、今もうね、気が合わない。で、この先どうなるか。もう連絡が取れなくなっちゃう。付き合う気がない男。そうですね。C の1を選んだ人はこうです。まあ、現在の自分だからな。まあ、ここからね、対策練ってね、流れを変えるのもあり。ね、そうです。よし、行くぜ。次行くで。はい。C の2、過去カード。はい。ハイプリーシス、ね、そう、女司祭、ね、自分の立ち位置、社会的ポジションを心に問いかける。うん。社会的ポジションを問いかけますよ。はい。で、これが過去カード。じゃあ、社会的ポジションをね、自分の立ち位置を考えて、現在、Five of Swords。はい。剣の5が逆向き、曖昧な敗北。なぜ負けたのかわからない。負けちゃいました。うん、負けちゃって、それじゃあ、どうすんの？負けちゃったマーケティングプレイスでどうすんの？はい、未来。ね、セブンオブワンズ。ね、セブンオブワンズ。まずいですね、セブンオブワンズ。うん。棒の7。棒の7ですよ。棒の7は、よいしょ。そうです。ね、有利なポジションでの戦い。そう、棒の7、有利なポジション。なぜかな、敗北からなぜ有利なポジションでの戦いになるのか。これを見てみよう。ボン。ナインオブワンズ。ギリギリ勝利だから。敗北、今は敗北だけれども、ギリギリ勝利に、うん、ひっくり返せるらしいです。うん。これはちょっと、あれですね。まあ、当事者じゃないとわかんないですね。うん。でもなんか、そういうことらしいよ。うん。流れが変わるらしい。うん。よし。ではね、9択。ついに最後の9番目いきますね。過去カード。ボン。はい。セブンオブペンタクルス。
はい。収穫待ち。収穫を待つのが過去でした。じゃあ現在ね。はい。現在は、はい。ファイブオブソーズ逆向き。ね。同じでね。曖昧な敗北。なぜ負けたのかわからない。うん。じゃあここからどういくか。ボン、未来。ね。新しい関係の進展の停止。ね。技術かもしれないけどね。うん。とにかく、新しくね、技術を学んだり、新しく関係をするのはやめ。一回やめ。ね。うん。だから、その、ね。話がね、あった。まあ、今これから一緒に仲良くやろうぜって話があったけど、立ちゲーた。で、その立ちゲーた原因は何かっていうと、ね、人間関係を切るか考える。うん。だから、まだ切れてはいない。関係は切れてはいないけど、未来で、ちょっとね、考える状況になっちゃう。これが、9つ目選んだ人。ね。そんな感じでね、どうですか？今日のね、ソニックさんね。うん。現在の自分、9択。ね。いいじゃないですか？ね。現在の自分。現在の自分ですよ。おいしょっと。ね。そう。まあ、これでね、また考えてみてください。ソニックさんも眠くなっちゃったから、もう今日は眠るよ。ね。うん、そうそう。今日はちょっと顔ちっちゃめでよかった。ね。昨日は顔も丸かった。ね。そうです。そんな感じでした。ソニックさんでした。ね。タロットライブね。日曜日と水曜日ね。あと、エル君タロットとタイガちゃんタロットライブもこれから始まるそうなんで、皆さん注目してあげてください。ね。そうなんですね。ソニックさん優しいから他の人の宣伝もするよ。うん、そうそう。うん。いいことさ。うん。みんなで仲良くやればいいことさ。うん。だってタロットね、注目してる人いっぱいいるからさ、なんかいろんなチャンネル行きゃいいんだよ。うん。ソニックさんだけ来る必要ないよ。なんでね、うん。じゃあね、ここに視聴登録娘が来るから、ソニックさんとかも来てよ。ね。はい、じゃあね、まったねー。